るぞ、試すぞ、おもちゃの世界。もう会社や家には帰りたくない。キングの公式キャラクター。ちょっと15分待ちましょうか。ソフちっちゃくても可愛いですね。可愛いですね。作ってくうちに、あ、こっちの方がいい、うん、まあ、そういうのもありますね。おあ、なんかできた。いいですね。ちょっとこのまま、あ、そのままでいいんですか。ちょっとだけ、形だけ。そうですね、あれした。ちょっと取り付けるときはあのなんてもう今みたいに真上にポンと、なんかこう絵的にやっぱりちょっと前傾というか、あ、前に斜めについてる感じに見えますね。あ、ちょっとニュアンス的にはこう斜めチックに、ね、斜めチックにいきます。あ、今が重くなっちゃった。まあ、まあ、それはしょうがない。おお、うんうんうん、なんかこうね、ちょっと斜めにつけると、そうですね、それっぽく、はい、それっぽく見るんだけど、だけど抜くことを考えると、ね、あ、いや、もう少しその接着面の断面の面積を大きくしたい、はい、いいのか、もうちょっとグッと入れるんだ、極端、そうそう、この形でつけて、心をもうちょっとこう抜かずに、肉厚だとこうスパッとこの、あ、ここのここから残んでここの表面積を、はいはいはい、あ、なるほどなるほど、ここでソフビを完着作るんでってことですね。あ、早いですよね、ここまでできるのは。そうですね、なんかこう社長が思ったより手が早くて、あ、マジですか。あ、断面がこう、まあ、ズバッと断面な感じじゃないですか。ここがこう平面で、はいはいはい、こうやっぱりキュウリのヘタですよね。そうですね。カッパの頭ではありますけど、多分まあまあカッパの頭、あ、髪の毛なんだ。髪の毛一応、まあでも丸み帯びた方が可愛い。そうですね。だからだ今断面がこう。ズドーンって感じになってるの、こういう先っぽを細らせるよ、こう髪の毛のこういう感じのあれにしてあげると、なるほど、なるほど、あ、なるほど、なるほど、下の部分ですね。もしこう逆でもいいんですけど、こうでもこう、なるほどなるほどなるほど、ちょっとこうしたことでこう、あ、ズドンとした感じより、はいはい、髪の毛っぽくは、本当ですね。あ、ありがとうございます。あ、なるほど、確かに多分ここの中心にお皿が来ますよね。来ます、はい。ここもちょっとこう内側にこうへっこんでく、あ、はいはいはい、だからこう断面ってこういう、うんうんうん、力のこっちに上に引っ張ることになるので、はい、こっちにアールを向いてるのはいいんですけど、あ、これぐらいだといいんですけど、はい、こうなっちゃうとここが空気が溜まって、はい、抜けなくなる可能性がある、まあ、そこはでも あくまでこう自分がどうしたいか、はい、あとはその感着の角度のつけ方である程度はなんとかなる。あ、こういう
ちょっとしたことで一気にこう軽くなって可愛くなりますね。そうですね。そうですね。フリーズキング。ありがとうございます。おお、綺麗。おお。ぽくなってきた。だいぶぽくなってきたな。すごい。王冠チックに。これはトイズキングの公式キャラクター。公式キャラクター。キュッカッパキング。さ、平面図、ラフスケッチで描いて、三面図で描くとまたイメージが変わって、そこから立体物を作ると、またイメージ変わりますね。そうですね。ちょっとこうしたい、ああしたいっていうのが。実際こうね、手で触れていくと、実際立体で物を見るとまた以前も木村さん言われてましたよね、こねてるうちにああでもないかっこう変わっていくっていう、まあそこまで具体的なんでしょうけど、明確にイメージを固めずに作るからそうなんですけど、あああ、正中線です。ああ、ラフな当たりをつけて。ちょっとこうイメージで。そっちにつけてってますけど。はい。甲羅自体を、そう甲羅を別に作って、乗っけてあげる方法、はいはいはい、形も良くなるし、あの甲羅も滑らかにスムーズ、ちょっとペラッと、はい、こうですか、あ、ちょっと元削っていいですか、そうです、あ、これそれラフで作ったんでサイズ合ってないですよ。こういう感じで作ったら、あ、かわいい、あ、このサイズかわいいですねこのサイズが逆に良くないわ、なんかもう完成しかめっちゃいいですねあ、めっちゃいいですね、おー、ほぼ完成に近づいてます。甲羅はパーツ分けないですよ、分けないですね。そういう時はこういう入り組んだところをなくしてほしい。こう滑らかにこうつなげる。こういう感じです。あんまり。はい。ということでですね。あの粘土をこねこねして約2時間ぐらいこらした、2時間ぐらいもっとこらしたね、ようやく完成しましたんで、こちらをオーブンで焼いていきたいと思うんですけども、で何度ぐらいで何分ぐらい、一応説明では130度15分、あ、スカルピーに書いてある、書いてあるんですよ、もちろんあ、はいはいはい個人的にはこうもうちょっと温度が高い方が硬く焼けるイメージがあるので、はい、まあ、ちょっと高め140度ぐらいで、140度ぐらいで15分ぐらいでは焼いていきたいと思うんですけど、はい、入るっていう疑問があります。あ、多分入る、大丈夫だと思います。下になった部分が押し潰れていくので、特にあの温度を加えていくとスカルピーも柔らかくなるので、はい、一旦、はい、まあ、その状態で入れば問題ないんですけど、うわ、ダメですね入らないですね。じゃあ別々にしましょう。ここ、こんな感じですか。
粉粉ちょっと寝かしながらちょっとこういうふうにこの辺が潰れるので多分王冠の後ろが、はいはい、そこは後でも修正すると、まあ、どっちにしてもまあこれは最初の段階のベースを焼くので、はい、ここからいろいろとまあ研磨や修正がたくさんこれから入るので、うーん、これは一旦基礎を固めるということなんです。わかりました、はい、じゃあこのまま焼いていって、本当まで余熱するんですけど、ここに余熱機能ついてないですよね。余熱機能はついてないので、まあいいです、次回に焼いていきましょう。で、15分、はい、ちょっと15分待ちましょうかで、まあ、あんまりにもこう直接の熱が当たりすぎて焦げるようだったら粘土に触れないようにアルミで覆ってあげる。じゃあこのままちょっと15分待ちましょうか。はい、はい、あ、ちなみに15分焼いたところで、はい、15分ですぐ取り出さない方がいいです。ああ、なるほど、冷ましすぎる、ね、そうそう、あのこの扉を触っても熱くないぐらいにこう余熱でこうさらにしっかり焼く、芯が鳴るまで、はい、芯が鳴るまで、はい、お待ちください。休憩にしましょうか。はい、料理でいうこちらが出来上がりです出来上がりですか。あれ、あ、鳴らないですね。あれ、チーンが、チーンはない、チーンはないタイプの。そうですね、まあ、こっから何分ぐらい余熱するんですかね。うわ、ここを触って熱くないぐらい、熱くないぐらいね、はい、まだちょっとあったかい、まあ、そうですよね、終わったばかりですから。わかりました、じゃあ余熱して、余熱が終わりましたというところで開けましょうか。じゃあ完成しましたんで、余熱も終わりましたんで開けていきたいと思います。はい、おー、開けました。ちょっと先が焦げてますけど、そうですね、ちょっとあの直火はやっぱりダメでした。あー、なるほど、そうですよね。もう結構硬くなってるんですか。硬い、硬い、熱いそう、やっぱり硬いし、熱い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 。この辺ちょっとやっぱ空気が入ったとか、あー、ボコボコするんですね、ここね、空気が入った、まあ、こういうとこ削って綿埋めて、あー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 、まあ、ちょっと今後焼き掛けをしながら修正。はい、熱い、結構触れますね、よく結構熱いですよね。で、ここからこの焼き上がったものを切ったり、まあ、やすりをかけたりしていくわけですよね、はい、もっとあの形を整えながら、はい、そうそう、スカルピーで原型できたら型を取る、シリコンで型を取る。ああ、なるほど、シリコンで型を取る、はい、はい、シリコンの型にワックスを流し込んで、でワックス原型にしていきます。後処理は必要なんで、あ、後処理をして、はい、完成、それが完成、ワックス原型が完成したら、金型屋さんに持ち込むということですね。なるほど、なので次回ですね、次回はワックス原型までいきますよね。ワックス原型までいかないですね次回は、頑張ってやすってもって、やすってもってこうディティールをディティールを足していく、作っていくという感じですね。はい、はい、もう少しありますけども、はい、とりあえず今回すごい達成感、ここまででも達成感がありますので、想像以上に進みました。あ、よかったです。次回ですね、シーズン2みたいな形でやっていきたいなと思いますのでとりあえず今日は、本日はここまでという形で、ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。おもちゃの王様、おもちゃの王様、おもちゃの王様。